皆さんこんばんは。マリーミー代表婚活アドバイザーの植草美幸です。美容外科医で印象プロデューサーのドクターゆけたです。月曜日のこの時間は植草美幸とドクターゆけたがお届けするコンプレックスにさよならの時間です。はい、この番組は2人がお届けする結婚、婚活、美容、医療に関して私たち2人がお答えしていく番組です。はい、そろそろ3月も半ばで桜が咲いてきました ね、 ちょっとずつですけど ね、 ね、私ね、はい、桜の時期になるといつも思い出すんですけど、三姉妹のお友達がいて、全然これ使われないかもしれないんですけれども、はい、桜ちゃん、青葉ちゃん、ちぐさちゃんって3人兄弟、すごい。でその女の子3人なんですけど、はい、桜ちゃんの名前はなかなかと親がつけなかったけど可愛いからつけたと、うん、で理由がね、桜って早く散るからあんまり短命だからつけないんですって。あ、そうなんですね。って聞きました。切ないですもんね、桜ってちょっと ね、どうですか、はい、先生大好きなんですけど、花見は行ったことないんですよね、うん、実は。花見ね、はい、花見はね、独特ですよね、うんうんうん、下にシート引いて、ブルーシートでしたっけ、ねうん、引いてみんなでこう座っておしゃべりしてお酒飲むってちょっと独特です ね、 そうですね。お酒飲まないんで、あ、辛いですね、はい、そうなんですよ、ね、辛いね。で今年はちょっと難しいですしね。そうね、難しいですよね、うんうん、まあ、だから大丈夫じゃないですかね。はい、はいはい、では本日の質問をいきますね、はい、お願いします。はい、ラジオネームラララさんからですね。はい、はい、植草さん、ドクターゆげたさん、こんにちは。長文になってしまい恐縮ですが、最後までお聞きいただけると幸いです。よろしくお願いします。はい、覚悟しましょう。覚悟します。はい、はい、ではいきます。今年8月に32歳になる31歳女性です。はい、3年前から一人暮らしをし、うん、一昨年転職し、前職現職ともに老舗メーカー事務職、うんうん、同じ年に結婚相談所へ入会し、はい、約30名の方とお見合いを、7名の方と仮交際させていただきましたが、はい、入会してから今まで山あり谷ありでした。うんうんうん、まず入会後3ヶ月で燃え尽きたため、うん、その後3ヶ月の休会を経て復会後、うん、約4ヶ月半後のお見合いで知り合った方、うん、かっこ4人目と、はい、約3ヶ月間仮交際の末、うん、はい、相手から交際終了の通知が来てしまったため、はい、今年に入ってから再度お見合いを繰り返し、はい、3名の方と 仮交際成立しましたが、はい、1から2回目デートで私から交際終了のお断りをしているため、はい、現在に至ります。はい、私は子供の頃から子供が欲しくない、うん、ため結婚は30過ぎでいいかなと思っていたので、うん、30歳になった直後、自分も人並みに結婚したいというのと、うんうん、子供が欲しくないとはいえ、うん、やはり揺れる部分もあったので、うん、一応子供を持つ可能性を残しておきたいと思い、うん、結婚相談所に入会しました。うん、活動当初は共働き、うん、要するに結婚後も正社員として今の仕事を続けることに抵抗なかったのですが、うん、平日の仕事と並行しながら相談所での活動を続けていくうちに、子供が欲しくないのと贅沢もストレスに感じるため、うん、一旦家庭に入りたい、うん、と思うようになりました。うん、共働きの具体的な懸念点として、うん、まず今の一人暮らしの生活を持ち越したくない、うん、ということです。どういうことでしょうね。うんうんうん、今は帰っても当然一人だし、うん、部屋も真っ暗というのが当たり前ですが、うん、結婚後もこの生活が続くと思うと、お金が貯まっても寂しさが募るばかりで、うん、何のために結婚したのかわからなくなるのが目に見えてゾッとしますし、うん、寂しさは意外とお金で解決しないので、うん、自分としては切実です。うん、うん、そもそも子供を持つ可能性を残しておきたくて相談所に入ったのに、うん、今の生活を継続している以上、うん、まず子供が欲しいという気持ちに傾くことはないだろうなと思うようになりました。うん、かっこ子供時代から子供が欲しくないのが悩みだったので、うん、なるほど、仕事を辞めて家庭に入っても、うん、欲しい気持ちに傾かない可能性が高いです。うんうん、今所属している相談所は規模としては小さいですし、
正直何か特別なアドバイスをくださるところではないですが、自分の相談に対して客観的な回答をいただけるので、そういった面ではとても頼りにしています、が、やはり吐き出す場が欲しいと思い、今回投稿させていただきました。長かった。まだ続きます。あ、そうですか、はい。はい、相談所入会後の経緯としては、以上の通りで、自分はどちらかというとひっきりなしに人と関わることがプラスになる方ではなく、ストレスで偏頭痛になってしまうこともあります。最初に上述させていただいた通り、3ヶ月間仮交際が続いた方はとても相性が良かったため、こういった体質的な部分もある程度理解し、受け入れてくださいましたが、やはり交際中に一旦家庭に入りたいのが本音、とお伝えしましたところ、最終的に先方からは、自分には経済力がない上、頭痛になってしまう人に無理に働きに出ることを強要できない、という理由で交際終了になってしまいました。上述させていただいた通り、子供が欲しくないのと贅沢もストレスに感じるため、かっこ最悪偏頭痛になります。一旦家庭に入りたいという考えは、活動を続けていく中で考え抜いてたどり着いた考えなのですが、やはりこういうことを言うと世間ではやっぱり女性はお金だよねと思われてしまいがちですが、なんとなく仕事を続けるのではなく、結婚後仕事をどうするかは自分としては問題にしたい部分です。あと正直同年代かっこ30から40代で子供を持たない夫婦の共働きかっこディンクスイコール贅沢三昧というイメージで、生き方として見習いたくないと思っています。かっこもちろん夫婦ともに若かったり、どうしても子供が欲しい方、共働きでないと生活が成り立たない方などは仕方ないと思います。今後どのように活動を続けていけばよいか、アドバイスをいただけると幸いです。よろしくお願いします。まあ、長かった、はい、これ僕は偏頭痛に、そうですよね、偏頭痛になっちゃう。そもそも長かったですね。一旦まとめますか、はい、そうですね、多分ね、お聞きになってるリスナーの方たちは、これでもちょっと理解できなかったかもしれない。わからないですね、僕もちょっと混乱してきましたもんね。じゃあかいつまんでどうぞ先生、まとめてください。31歳の女性の方で結婚相談所に入会していて、結婚はしたいんだけど子供は欲しくない、そうでも、欲しくなくて、うちに一回入りたいんですよね。仕事も辞めたいってことですよね。そうそう、仕事も辞めたい。でその彼女の考えは、その生活が大変だから夫婦共働きはいいんだけど、そうじゃない人の、はその彼女としてはお家に入るべきなんじゃないっていうふうに思っちゃってる節がありますよね。そうですね、そこがね、ちょっと今の時代にそぐってないでしょ。そうですよね、考え方自体がすごい贅沢ですよね。そうそうそう、要はでも、ね、そう、要は夫婦で働くのが贅沢だって彼女は言ってるんだけど、何が贅沢なのかちょっとわからないですね。そうですね、贅沢っていうのはお金の贅沢もあれば、それから時間の贅沢、専業主婦さんの場合は、お金はまあご主人だけの収入でやりくりするのでね、彼女の言うその贅沢っていうのは、夫婦で働けば贅沢に収入があるからっていう意味で言ってると思うんだけど、でも旦那さんが働いてくれてるから時間はたっぷりあるから、逆に主婦は贅沢だと思いますよ。そうですね、何が贅沢かって人によってちょっと違いますよね。そこが違うよね。それからその夫婦共稼ぎ共働きは今もうほとんどの人がそうで、でその専業主婦っていうのはもう限りなく今少ない、あ、夢の専業主婦って言われてます。その旦那様が例えばその会社経営者さんで非常に忙しくって、何時に家に帰ってくるかわからないとか、でそういう方で子育ては全く手伝えないとか、ってなってくるとしょうがないから、自分一人で子育ても難しいし、っていうことでお家に入る方はいるかもしれないけれども、今その男性側が女性も社会の中で働いておいてほしい、でそこでたくさん刺激を受けて、うちにその刺激を持って帰ってきてほしいっていうふうに思う方が多いんですよ。だから彼女が最終的に交際終了になったっていうこのお話でありましたけれども、
自分には経済力がない、うん、頭痛になってしまう人に無理に働きに出ることを強要できないっていうのは、うんうね、彼の意見はもうごもっと、うん、本当そうですね。もうほとんど 99% ぐらいの男性が同じように彼女に言うと思うんですね、うんうんうん、これあれですよね、結局保険で結婚したいってことですよね。子供が欲しくなった時のように、それだと結婚できない、ね、難しいよねっていうか、あのもう断固として決めたらいいんじゃない、必ず私は専業主婦ですと、うんうんうん、で生活苦でもないのに働いてる人はあんまり認めたくありませんぐらいのことを言っちゃってるわけで、うんうんうん、ちょっと凝り固まってる考えはお持ちなんですよ、うんうん、だけどそれは自由だから、どう思うと人によって自由なんだけど、ご自身が働かない、働きたくないだったらそれで徹して、子供も産めない、産みたくない、うん、だったらそれも徹して、うん、相手に私は専業主婦です、食べさせてください、うん、その代わり家のことは 100% きちんとやります、うん、何時に帰ってきてもサンマの塩焼き出しますよとかね、うん、そういうような、うん、あのことを言っていいですよっていう人と結婚すれば解決ですよね、うん、そういうことはいるんですね。たまにいます、たまにいますか、ね、うん、あの年がすごく離れている男性とか、うん、あと昭和の男性はそのいいよいいよと、年が離れてるんだから何も働かなくてもいいよっていう人もいれば、うんうん、あのそうですね、都心に住むと家賃がすごく高いので、あ、はいはい、そうそう、夫婦で働かないと、うんうん、その20万も25万の家賃もなかなか出せない、うん、8000万1億のマンションもなかなか買えないっていうことになるので、まあ、郊外ですよね、郊外であればそれこそその千葉県なんかね、うちの実家あたりの柏なんかは、うん、3000万の新築とかあるんですよ、うん、ああそうですよね、駅からバスに乗ってって、ね、はいはい、10分とか15分バスに乗っていくとこう、うん、新築見るじゃないですか、うん、3000万とかいっぱいあるの、うん、ってこれ都心でこの辺のね、うん、青山あたりだったら20平米だって3000万ぐらいするわけですよ、うん、そうですよね、全然違うんだとか思いながら、うんうん、どこに住むかによって専業主婦になる、ね、なれないっていうのもあるから、ね、そこじゃないかなと思いますけど、うん、どうですかお考えは。いや僕はこのよく昔よくあったセリフが、うん、あの子供欲しくないけど結婚したいっていうセリフよく僕も聞いてたんですけど、うんうんうん、よく何のために結婚するのっていうのはちょっとその考え違うと思うんですけど、うんうん、なんか何のために結婚するんだろうね、うん、そうですよね、彼女はね、 そうなんですよね、うん、まあ、子供別に欲しくないっていうのはいいと思うんですけど、うん、目的が分かんないっていうか、そう、あのやっぱり受け入れが悪い男性も、うん、結局その結婚する人がお荷物になっちゃ困るんですよ、うんうんうん、お荷物にならないで夫婦で支え合って夫婦で協力し合ってその家族を築くので、うん、何にもしないでお家でいるんだったらば、何かこう完璧な家事とかね、そうですね、うん、そうですね、何かしらないと旦那さんとしては嬉しくないですよね、うん、嬉しくないですよね、外貨が入ってこない、ね、旦那さんが稼ぐお金しか入ってこないから、そうです、ね、専業主婦でやってくんだったら何ができるのって私はいつも聞いてます。ゼロではないんですよ、私はもうこれまで一生懸命働いてきたから、はいはい、結婚したらお家に入りたいんですっていう方もいるんですよ、うんうんうん、でそういう方がすごいその資格を持っていて、うん、このまま働けばその人だって60まで働けば何億も稼げるのにでもお家に入っちゃうのって、それはそれでいいと思うんだけど、あなたはじゃあね、専業主婦になって旦那さんに食べさせてもらうんだけども、お子さんも産まないってことになったら何がやってあげられるって聞くんですね。大体の人は何をやればいいんですか、何かやらなきゃいけないんですかって聞くの。どう思います？いや、あの生きる目的を知りたいですね。そう、不思議でならないんですけどね。はいはい、そうですね。でもそういう人でも、まあ、活動を通じていって、少しずつ少しずつ申し込んだり申し込まれたり振られたり振ったりして、結婚をしたいなと思ってる男性と会うことによって、あ、30代の男性が32、31の私を求めた時にこういうことを求めてるんだなっていうことを彼らの口から聞きますよね、うん、そして学んでいくんですよ。あ、そうなんですね。そうそうそう、そういう男性を目の前にして学んでいくんだけど、だから彼女はもうほら学んでなきゃいけないよね、うんうんうん、この段階でその偏頭痛になっちゃうわけだし、でいろいろこう自分が経済力がないって男性が言われてるのは、夫婦共働きじゃないと今子育てもできないし、家も買うことができない、うん、からその別に自分がそのお給料が低いんですっていう意味じゃなくて、普通なんですよ、うんうんうん、普通年収すごく下がってますからね、うん、だからこういうふうにここで学んでいった方が
いいんじゃないと思います。結構いい人数と合ってるんですかね。そうだからね、3ヶ月で休んじゃったでしょ、うん、最初人数多すぎたと思うんですよ、うん、だからそこでねわけわかんなくなっちゃってただ会う会う会うで終わらしちゃったと思うんですよ、うんうん、そうじゃなくてもうちょっとペースをペースダウンしてお一人会ったらしっかり見つめ合って、うんうんうん、でそこで聞き込みをしてリサーチしてどんなお気持ちでいるのかその人と結婚したらこんな風になるんだっていうものを一つ分かった上ではい次に行くってやらないで一気に3人会ったり4人会ったりすると、うんうんうん、わけわかんなくなっちゃう。どれぐらいのペースがいいんですかね。まあねその方が3ヶ月で結婚したいんですって言ったらもうこんなペースです。あ、はいはい、あそういうペースなんですね、うん、そんなペースですね。1人ずつ丁寧にやっていきたいですって言ったら1ヶ月間のうちに 4,5 人やってその方と1人2人交際に入ってっていう風にいきます。うーんじゃあすごいハイペースなんですね。そうそんなことで、うんうんうん、分かったかな、ね、そうですね。ラララさんお分かりいただけたでしょうか。大丈夫でしょうか。はい、はい、そろそろ時間ですか。はい、そうですねそろそろ時間がやってまいりました。はい、はい、お相手は植草美由紀と、はい、ドクター湯桁でした。はいではまた来週この時間をお楽しみに。ごきげんようさよなら。